久しぶりの試合の割にはなんか緊張しなかったなという感じはするんですけど、緊張してないけどちょっとコースに苦しめられたかなという、グリーンに苦しめられたという感じです。コースの印象はグリーンが硬くてすごく速いので、なんか私女性のちょっと力じゃグリーンにこうキャリーで乗っちゃうと結構止まらなくって、うん、でもグリーン今日ピンの位置が結構手前が多かったので、なんか手前から攻めるにもちょっとショートしすぎちゃったり突っ込んじゃうと奥に行っちゃうみたいな感じで、結構そこの距離感の合わせ方も難しくて、でそこからのパターンのタッチの合わせるのもすごい難しかったので、うん、全体的にセカンドからもうパッティング最後カップインするまですごいもう気が抜けないという感じでしたね、うん。今はもう個人的にレッスンを行っていて、まあ、練習場だったりとかゴルフでのコースレッスン、ゴルフ場でコースレッスンを行っています。みんな見とくねみたいな感じで、すごいとか YouTube あるのとかなんか言ってあったので、結構見てもらってるのでかなり応援はしていただいてます。今日みたいに、まあ、あんまり攻めすぎるとあまりいいことはないかなと思うので、まあ、ちょっと堅実に、まあ、手前から手前からで、まあ、パッドとかアプローチとかでもう拾って拾って、まあ、あと寒かったりするので、まあ、ちょっとその辺の距離感、ボールが飛ばなくなるので、まあ、その辺の距離感もちょっと把握しつつ工夫しながら最後までラウンドしようと思います。